お、来た。わすごい。お、すごい。すごい。画質。あれ、なんだろう。すごい画質が。これなんかテレビで撮ってるカメラよりも高画質じゃないですか。いいですよね。え、これフェイスタイム。すごい。実はこんな感じで撮ってました。すごい。すごい。かわいい。フェイスタイムって結構画質があまりまあよろしくないっていうイメージありましたけど、確かにこれ見てるとなんかこれちょっとすごいですね。これが 5G のパワーなんですね。相当画像いい。あ、テカリを気にしてるんですか。気になっちゃうぐらいだから綺麗ってことですね。すごいね。すごい綺麗。めっちゃ綺麗。本当に合ってるみたい。うん、あら、お、ナイトモードなんですよこれ。まあ花綺麗ですね。すごいですねこれ。はい。河合さんや池田さんはカメラ機能をたくさん使うこと多いと思うんですが、はい、やっぱりこれは嬉しい機能ですよね、はい、うん、そうですね。カメラはなんか一番使う機能だと思うので、確かにすごく暗闇で撮れるっていうのはすごく嬉しいです、はい、池田さんいかがですか。そうですね、やっぱ画質が上がると、うん、まあ、写真の容量も大きくなると思うんですけど、うん、5G 対応なので友達に送ったりするのも、うん、早くなりますよね。ですよね。いや、そうですね。だから画質がね、やっぱ高画質になると、うん、大容量の写真データも 5G だとこれね、やり取りがこれかなりスムーズになりますもんね。 5G、スマッシュやバーチャルハロウィンをはじめ 5G ならではのコンテンツが au から続々と誕生しています。それぞれ皆さんにぴったりの形で思う存分新 iPhone を、そして 5G を楽しんでください。池田さんお願いします、はい。まあこの前出演させていただいた au さんのイベントでも感じたんですけど、いよいよ 5G の世界が私たちの生活の一部になってきているなと思います。まさにみんなの 5G 体験を今日発売になった新 iPhone で楽しんでみてほしいなと思います。